いやバカ腕キューが見えてる。どうもトップリッドでございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。いや本物だわ。出てたの顔が本物だわ。顔出してなりすまして何よ。なんか、ね、アイコンも全然違ったみたいでね、赤いアフロが僕なんですけど、でもそれ変えられたらおしまいですもんね。だからツイッターに連携しているのが僕でございます。先ほどちょっとコメントさせていただきましたのが本物でございます。ああ、よろしくお願いいたします。はい、私が本物でございます。ありがとうございます。すごい、ね、偽物が出た。すごいよね。え、ありがとうございます。千葉さんのツイッターの偽物も出てますからね。え、千葉ディレクターのアイコンを使った方もいる。いやー、なかなかね、有名勢と言いますか。さあ、それでは参りましょうか。 AKB48 の君だれの生配信にお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。番組を観覧するために少しだけ注意点がございます。一つ目、携帯電話の電源つけておいてください。つけておいてください。はい、立ち上がるなどアバターなのでできません。でもどんどんコメントしてください。コメントしてください。どい、配信中トイレには自由に行けます。でもなるだけ寂しいので我慢してください。我慢してください。どい、それから、ツイッターとフェイスブックで必ず連動していただく、いただきますよ。よろしくお願いします。それじゃないとあのコメントとか、うん、ギフトが反映されないことがありますので、なるべく SNS の連携をチェック、よろしくお願いいたします。お願いします。ダッシュダッシュ、わがちゃんしか言わないよ。よろしくお願いします。お願いします。おい、なんでわがちゃんなんだよ。おい、はい、こもっていきましょう。メンバーの登場です。はい、どんどんどうぞどうぞどうぞ。今日は多めでございますからね。はい、お願いします。素敵じゃないですか、今日この6人が来ていただきましたよ。ありがとうございます。今日あのよろしくお願いいたします。お迷惑をおかけします。あの全員ちょっと映していただけますか。皆さん今日ぜひよろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。ダイナモよろしく。はい、せーの、 AKB48 の君だれ。皆さんコメントお願いしますね。せーの、バッチリ。ありがとうございます。さあ、始まりました、 AKB48 の君だれ。本日もショールームスタジオから夜8時頃までお送りします。よろしくお願いします。さあ、存続か打ち切りか決まっちゃう金曜日ですが、月曜日から木曜日までの獲得ポイントが今約240万ポイントでして、はい、残り、いや見てください、残り減りました。すごい、どれぐらい、すごい減ってます、ね、あ、え、みんな頑張れ。これ青いやつね。89万ポイントぐらい。すごい、皆さんも本当にお願いします。ありがとうございます。残り約89万ポイント目指して頑張りますので、皆様無理しない範囲で応援ギフトよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして君だれの存続をかけた無茶ぶりミッションは後ほどお送りしますので、お楽しみにしていてください。番組の後半でお送りしますよ。そうです、後半に。はい、それでは自己紹介、皆様コメント欄でコールお願いします。お願いいたします。私からダイナモ。はい、チーム4のさっきこと北澤咲です。よろしくお願いします。さっきさっきめぐぺ。はい、私がおーって言ったらめぐって言ってください。おーおーめぐ。ありがとうございます。世界のチームの谷口めぐです。いやー、岩田。私がせーのって言ったらひーわたんってコメント欄と声でお願いします。ありがとうございます。私にひーをつけるだけ、ひわたしゅいひーわたんって呼んでください。せーの、ひーわたん。はい、今日もよろしくお願いします。おゆちゃん。はい、チーム系19歳のゆもたみです。お願いします。あゆちゃん。おたてちゃん。はい、はい、
何歳？早すぎ。早すぎた。おぎちゃん。みたいなんですよ。行きますよ、皆さん発声練習始めます。私に続いていてください。ヤッホーヤッホーサッホーサッホー遅い映ってるって、映ってるって。よろしくお願いします。お願いします。モギス。はい、あなたのハートをモッキモキ。モギスノブです。よろしくお願いします。モギスちゃん。はい、ということで。変化しない。顔が完全にイノキでしたけど。ベンチ切り方が半端ねえな。はい、俺も。ということで金曜日ですので、今まで誰よりもギフトを使って応援してくれたエンジェル様にもお越しいただいております。ありがとうございます。雨の中ね、遠くから来たっていう方いらっしゃいますか？遠くから来たよっていう人いるだろう。おい、誰？どこから？石川県から来ました。ありがとうございます。顔面ケーキ屋さん。そうです、顔面ケーキ屋さん。顔面ケーキ屋さんはですね、自らのツイッターでこの観覧に来ないと人生損しますって書いていただきました。ありがとうございます。思ったより若い。私も思ったより若い、ね、もっとおじさん。40歳ぐらいだと思った。40歳ぐらいかと思った。いや、僕も結構ヨボヨボの方だと思った。意外と若かったね。意外と。いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい、さらに番組内でタワーを使って応援してくれた方には感謝の気持ちを込めて CM 前の提供ナレーションでお名前を発表させていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。今日はぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いしますね。はい、じゃあ参りましょうか。はい、ここで突然なんですが。なんですか？トップリードから皆様に大事なお知らせがあります。皆様とメンバーがあんなに期待して応援したにもかかわらず、キングオブコント準決勝敗退。あ、日渡し日起こし。つかないなじゃないよ。正直トップリードとして手詰まり感が否めません。手詰まり感って言うんじゃないよ。手詰まりって。はい、ということで今後どうするか話し合った結果、一つの結論に至りました。日渡し日起こし。あ、やっぱりつかない。いや、つかない。いや、ぶん投げるんじゃないよ。いる？日渡し日起こしは。それがこちらです。トップリード大改造計画。新たな可能性を探るべく、いいよ、金曜日限定でトップリードを一旦解散。イエーイ。気持ちも新たに新コンビとしてやっていくことになりました。いや、勝手に言ってんじゃないよ。新コンビとしてってダイナモが勝手に言ってんじゃないよ。どういうこと？それがこちらです。じゃん。それでは開いていきます。1個目、小学生向けのギャグが得意、わっくんにっくん。コンビ名変えるってこと？もう全く新しくするってこと？そうですよ。いや、わっくんまっくんがいるよ。大丈夫ですか？なんかちょっと聞いたことある。それでは2個目、うっちゃんなんちゃんもいるし、リズムでネタが得意、パクパクいける。何パクパクいける？これは僕ら居酒屋で話し合った時に、本当コンビ名変えた方がいいんじゃないかってことで、メニューの上にパクパクいける麻婆豆腐って書いてあったんですよ。それパクパクいけるっていいんじゃないのっていう話はしてたんですよ。いや、パクパクいける、やだよ。みんな意気投合してたんだけど俺だけ反対してた。なんだこのコンビ名は。パクイケって言われるよ、パクイケって。あ、響きはいい、キャッチでしょ。次、3つ目、毒舌漫才が得意、なまらなまらーず。いや、恥ずかしいよ。なまらなまらーず恥ずかしいよ。続いて4つ目、出してさ、下ネタ大好き、ムラリー千春。なんなの。
千春、松山千春か。北海道だ。北海道だからじゃない。北海道だよ。はい。松山千春の名前使っちゃダメだよ。これコンビ名っぽくないもんだって。ムラリ、ムラリと千春。どっちかがムラリなわけですよ。で、どっちか千春になるんですか。そうですよ。全然関係ない。では最後5つ目。AKB 愛は上辺だけ。長いものに巻かれ巻かれて16年。トップリード。お、これはそのままってこと？トッポジージョを消してトップリードにしてるけど。何トッポジージョ消してる？よくわかんないですよね。まあこの以上5つの中から皆様の応援ギフトによってどれにするか決定したいと思います。そんなことでギフトタイムを使うの？これ金曜日だけ毎回この名前になるってことね。はい、そういうことになりますね。え、今日もこの後登場してくれる。そうそう、だからこの新コンビになって登場しますけど、やったネタもね、ネタも披露して、ネタも、ネタってそんな作れねえだろ。皆さんよろしくお願いします。こんな大事な日にそんなことやっていいのかよ。本当だ、本当だよ。どういう日だと思う？メンバー的にはどれがいいとかあります？めぐっぺ誰がいいと思う？わくにくん。わくにくん。日渡しはパクパクいける。なんかね、もう再生されてそうなんで、そうでしょ。おゆちゃんどうですか？考えてますね。おゆちゃんあんま興味ないでしょ、これね。あんまり興味ないでしょ、この。どれでもいいやって。どれでもいいな。あ、ナマラナマラーズがいい。ホタテちゃんは？私もナマラナマラーズ。なんか毒舌のイメージがなくて、メンバーにも優しいから見てみたい。毒舌ね。モギシは？私はやっぱりトップリードが好きですね。うわ、うわ、ありがとうな。声のトーンからもう泣きそうだもん。でもこれはね、でもファンの方 の、 あのポイントによって変わりますので、はい、それでは投票タイムですが、まずは1番のわっくんにっくんがいいと思う方、20秒間の応援ギフトタイムスタート。なんだっけ、わっくんにっくんは小学生向けのギャグが得意。はい、今で言うと誰？今で言うと、今で言うとだよ。小島さんでいいけど。結構小学生、誰だろう今で言うと。池崎とか。ああ、サンシャイン池崎ね。お、早い、はい、20秒間。それでは続いて2番の、パクパクいける、はい、がいいと思う方、20秒間の応援ギフトタイムスタート。パクパクいける、リズムネタ、パクパクいける、リズムネタ、リズムネタ最近いました。リズムネタ最近誰だろう。ラッスンゴレライ。いや最近だよ。喜んでるよ。35億ね。あ、まあまあそうか、ブルゾンとかね、リズムネタっちゃリズムブルゾンチエミね。はい、それでは続いて3番、毒舌漫才が得意なナマラナマラーズがいいと思う方、20秒間の応援ギフトタイムスタート。毒舌、毒舌のイメージ、梅沢富美男。芸人じゃん、まあ、芸人なのかな。芸人か。芸の方ではあるけども、俳句ネタが得意な芸人だよ。梅沢富美男さんみたいなことをやればいい。はい、はい、それでは、4番のムラリー千春がいいと思う方、20秒間の応援ギフトタイムスタート。うーん、これはイジリー岡田さんみたいなことだとは言ってましたよ。あ、響きはちょっとイジリーさんのネタって ないけどね、別にね。歯ブラシ食べる。ネタじゃない。食べてはいない。そう、恒例のね、まずあるけどさ、リップクリーム食べる、リップクリーム食べる、リップクリーム食べるのもある。それもパクパクいけるじゃん。それだった。すごい。いやー、いやいやじゃない。開始13分で本気出しちゃいましたもん。結構経ってんな、おい。もっと最初から出せ。さあ、はい、それでは5番のトップリードがいいと思う方、20秒間の応援ゲットタイムスタートです。結局はこれだと思いますよ。どうなんでしょう、ね。うん、皆様ありがとうございます。5年ぐらいのお付き合いでしょ、皆様も。我々とはそうね、もうあんだれから考えたらもうもちろんですよ。長いお付き合いですから。それどうですか、トップリードってコンビ名、皆さんどう思います？何が由来なんですか？何で理由？ T シャツに書いてたんですよ、僕の T シャツに、トップリードって。その時着てたんです、その時着てたんです。決めだけ、決めだけいけない時パクパクいけるって書いてたら、パクパクいける。しません、絶対しません。
まず脱がすわその T シャツ。トップリードでよかった。そうなんですよ。トップリードとサブマリンって書いてる T シャツを東京に、遊び行った時に買ったんですよ、2着をね。おお、2着。たまたまそのトップリード着てて、和賀さんが、じゃあそれでいいじゃねえか。それは言い出せねえわ。他にはね、スノコ板とかって言う。なんで踏まれて足が出るからっていう。ダサいでしょ。それちょっとダサいでしょ。なるほど。あ、でももう出たの？出た？もう出た。あるよ。みんなも見ないでよ、まだ。はい。それでは、あ、いいよいいよ。まあ、一個一個、まあ、一個じゃやりますかね、はい、じゃあ、ワックンニックンぐらい、小学生向けのギャグが得意、ワックンニックン。ワックンニックン、こちらです。じゃん。おお、まあまあまあ、結構こんなもんじゃない？ありがとうございます。ございます逆に。結構。で続いてがパクパクいける。四桁じゃん。おお。やべえ、今パクパクいけるだ。パクパクいけるだね。なまらなまらず。じゃん。ああやべえ。次村井千春。ああ言われた。まだなまらなまらずだね。まだなまらなまらずだね。すごいよって言ってましたよ。いやでも途中これでトップリードいやありがとうねよかったよやだよなまらなまらずなまらなまらずって名前で北海道帰りたくねえもんやだよなよ何なんだこの時間いいんですかじゃあいいかなこのままトップリードで続けてていいかなこんな大事な日に15分使ってやったけども新生トップリードのネタで登場するなるほどということで5番のトップリードに決定いたしましてそれが一番の遅くねかということで CM の後新トップリードとして登場いたしますので皆様お楽しみにしててくださいはい、はい、その前に行きましょうファーストインプレッション K ポイントはい、ということでこの時点で誰が一番番組に貢献しそうかというのですね今からメンバーがラジオ体操をしながら絶対にいない AKB メンバーの名前しりとりで20秒間アピールしていきます、皆様ギフトをお願いいたしますはい、はいじゃあそれではじゃあ北澤さんから参りましょう絶対にいないメンバーの名前ねいないメンバーでしりとりをしてってくださいいない AKB グループのメンバーの名前、ね、さらにラジオ体操をしてください、はい、それでは参りましょう20秒間ですじゃあ北澤の木からいきましょうかはい、はい、じゃあ20秒間20秒スタート木北山咲りんごあはははあだ名みたいになって55ラジオ体操ラジオ体操ラジオ体操今度はるひはるこあはははあー終了じゃあ今度はるこの子からいきましょうか今度はるこじゃあ20秒ですよ皆さんねはいじゃあいきましょう大丈夫かな20秒間アピールタイムスタート子こぐまりこあまた子になっちゃったコグマリコ、コグマリコの子、こう体操して体操。え？いいよ。こまださんさこだまさんさき。こだまこだまささきでいいですか？こだまささきでいいですね。こだまささきさんね。なんだ。キーから岩田参りましょう。20秒ですよ。はい、20秒間スタート。キ。キムチチゲキムチチゲゲ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 ゲイマコト。いそうだよ。ゲイマコトトン。トン軍足。トン軍足。いいよ。グー。
クンビチャオなんだクンビチャオ向いてるねこのゲーム向いてるすごい。おじゃあ、おから、はい、さあ、こう参ります。20秒間、スタート。ラジオ体操も合わせた。合わせた。おいどんはりこ。あ、こだ。こ。このくの。こじゃく、くじゃくくじら。こじゃくくじら。こじゃくくじらさん。ラ。ラーガス、まこと。まこと好きだな。男でしょ、みんな。みんな男なんだ。ダメだよ、もう。AKB のメンバーだった。ゲイ誠が出たから、もう。ゲイ誠絶対入れてなくて、ゲイ誠。もう、印象残りすぎちゃった。絶対いないよ。なんだっけ。最後と、はい、どうぞ。クンビチャオもダメだよ。クンビチャオも絶対じゃダメだよ。なんで入れたの。はい、じゃあ、とからね。とです。はい、じゃあいきましょう。ボギちゃん、20秒間スタート。ラジオ体操。とどろきまさお。なんで男だろう。とどろきまさおじゃない。尾崎豊いないねいないよいないよいないけど男だよかかかカラスマトシキなんで男なのいないけどさなんで男なのよはい面白かったね疲れたゲイマコトゲイマコトそれが妹からおかしくなってったんだそれなるでしょあれは多分日渡しのキムチチゲからチゲだよゲイで終わらすからそれと食べ物系の名前だったんだそうでしょ忘れちゃった。あ、面白い。ね、これこんなに盛り上がると思わなかった。これ忘れてるかもしれませんファーストインプレッションでございますですね。誰がこの今のしりとりでね、まあ誰が今日貢献しそうかっていうのを。ちょっとおいちゃんいいじゃあ。リリリリン軍足。軍足トン軍足言ったよ軍足好きだな言ってないレパートリーがなんだって軍足親戚軍足とトン軍足いや親戚なの全部軍足つけた親戚が名前がなんで同じ親戚なの親戚シリーズ面白いなやっぱり6人いると面白いねチャン軍足か俺なんで聞いたことあるんだと思って今チャン軍足かちょっと今集計中なのでねでも集計にちょっと時間かかってます楽しい楽しい、ね、これで1時間いけそうだもんそれがどんなメンバーなのかとかさ全然いけるよ確かに本当なんだっけなんとかビチャを書いてほしい書いてみる絵で書いてみようよもう時間なしで、うん、天国のマキーとこでみんなで、ねうん、じゃあ大なのからパンパンなんとかゴミについたやつをそのしりとり難しいはい、で北沢からいきますよ何ですか最初じゃあじゃあレから行こうかレ、はい、から始まる AKB で絶対いないメンバーの名前はいじゃんじゃんリージアイおいいるいるわ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 何いるわチゲまた元気ちゃったよまた元気好きだなはいじゃんじゃんゲゲゲロジロ絶対ダメだよゲロジロはいうんまこと男だまこと好きやなまこと出すぎだってまこと入れすぎだってはいダンダン食べっちょかみこ食べっちょかみこやっと問題戻りました最後おこぎしはいここだよこコツメカワウソカワウソ入れないよそれカワウソ入れないなんだコツメカワウソさあ集計出ました
なんだコツメカワウソの割に爪がちっちゃいのねコツメカワウソ。さあこれ一斉に、はい、一斉に、はい、一斉に開けましょう。オープン。北沢9317ポイント、樋口11795ポイント、日渡氏が8117ポイント、妹7192ポイント、佐保7771ポイント、もぎちゃん6541ポイントということで、ちょっと字が見づらかったですね。今のところ谷口が番組に貢献するんじゃないかと期待されてるということでございます。このベッドがどうなるかお楽しみに。はい、はい、提供。はい、AKB48 の君誰は、うわっ、え、グレンのフォーリンエンジェル様、おお、本人いらっしゃる、藤弘様、鈴木様、顔面ケーキ屋さん様、ありがとうございます。ひろたか様、おお、いらっしゃる、ありがとうございます。タイラー2様、カズアットマーク、カン北斗様、トルタト様、星空探検隊アットマーク、日渡しゆいちゃんファン様、 DD キング様、ハッシュタグ深爪なんだ様、山田高弘様、プニズム様、マコッペかっこひいわたん推し様、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。いいショールーム。いや、最初の提供でこんなに名前呼ぶことなかなかないですよ。ないですよね。ありがとうございます。もうあと1万人も見てますよ。ありがとうございます。すごい、もう1万人、すごい嬉しい。この3人の共通点は何でしょう。何ですか。人間、人間、女の子そこだけ。ベレー帽は被ってきてないし。あー、嬉しい。なんだろうね。何ですかね。何だろう。うん、黒髪、黒髪、黒い、黒髪。確かに。確かに、ね、黒髪だ。黒髪。それが。あとアクセサリーつけてますね。あ、みんな。つけてる。本当だ。そうか。うんうん。え、A 型っぽいって。A 型。A 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 型。あ、A 型。おお。A 型だ。やった。A 型。A 型っぽいですか。私あんまり A 型っぽくないんですよね。あ、B 型っぽい。メグさんは何っぽいって言われますか。AB か O。 あ、AB っぽい、ちょっと AB っぽいわ。確かに、うん、AB か、さきさんは、でもさきさんは A って感じしますね、うん、そうなんだ。 A、A 型感、うん、A 型感、A 型感あります。すごい、お、イエーイ、ぴったり。それではここで新曜金曜新 MC 新トップリードに登場していただきましょう。どうぞ。どうもよろしくお願いいたします。いやいやいや、たくさんのお運びありがとうございます。最近天気も悪くなってきましてね、皆さん気をつけてくださいよ。風邪ひきやすいですからね。いや、気をつけてほしいな、本当に。傘とか持った方がいいよ。持った方がいいですよ。カッパみたいな顔してんだから。誰がカッパだよお前、てめえこの野郎。お前カッパみたいな顔してんだろ。いい加減にしろよお前、そんなこと言うのは。お前バカ野郎が本当によ、バカ野郎が本当によ。バカ野郎って言うんじゃないよお前。せっかくたくさんのお客さんが見に来てるんだから。お前綺麗なお客さんいっぱい来てるでしょうよ。綺麗べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん。なんで一つ飛ばすんだお前。一つ飛ばしたらお前と失礼じゃねえかお前、てめえこの野郎お前。お、男みたいな顔してんなお前。おい失礼じゃねえ。ねえ、あ、男でしたか。すいませんじゃんお前。俺が終わってんじゃねえかバカ野郎。どうもありがとうございました。おい、これでさあ、じゃあこれでやっていくからな。え、いや見れないよメンバーの顔。目が合わない。後ろから何の熱も感じなかったんだから。さあ、じゃあ次の企画参りましょう。無理だろそんな急に新ネタ。日渡しの顔がもうかわいそう、この大人たちかわいそうみたいな顔。いや本当ありがとうございましたね。これに期待したわけですから皆さんは。そしてあの皆さん、あのポイントを入れてくれた皆さん、本当に大変申し訳ございませんでした。これからも我々精進していきますので、トップリードのこと応援よろしくお願いいたします。すいませんでした。やばい、やばい、すごい謝ってる、ちゃんとちゃんと謝ろうって。さあ、それでは参りましょうか。行きましょう。
さあ、じゃあ座ります。さあ、30分経ちましたから、はい、行きましょう。ということで、初めの企画はこちら、みんなでカッチン、しゃべカッチンチン。イエーイ。お話聞いていきながらね、はい、今からざっくばらんにおしゃべりしたいと思いますが、もしトーク中、はい、誰か一人が演技を始めたら、あ、皆さんで出口のオチを探して頑張ってください。今回はおしゃべりのテーマをですね、皆様の投票で、決めたいと思います。はい、まずテーマはこちら、A が、アイドルじゃなかったらやってみたい職業について語る、 B がアイドルじゃなかったらなってみたい生き物、こちらについて語る、皆さんはどっちの、はい、トークが聞きたいでしょうか。今から投票してもらいたいと思います。それではアイドルじゃなかったらやってみたい職業、ま、20秒、それが聞きたいという方は20秒の間に応援ギフトをお願いいたします。それでは投票スタート。じゃあアイドルじゃなかったらやってみたい職業が聞きたいと思ったら応援ギフトをお願いいたします。はい、さあ20秒ですから、すぐですからね、皆さんね、はい、チル席が静かになったと思ったらみんなめっちゃ集中してるえ、みんなどっちなんだろう。すごい、今集中してるってことはそっちにも投票するってこと。ああ、そうかもしれないね。はい、さあ、それでは、これで終了でございます。続いて B参りましょう。アイドルじゃなかったらなってみたい生き物、こちらが聞きたいと思う方、投票スタート。生き物って何？アイドルって生き物っていう扱いってことですね、これ。いや、違う。そういうことじゃないけどね。まあまあまあ。生き物。まあ、あれ変わったらもう、そもそも人間じゃなくてね。違う。動物、魚。夢が広がるよっていう。コツメカワウソって本当にいるの？え、本当にいますよ。あ、いるの？ちっちゃい爪があるからコツメカワウソって名前。本当にいるんだ。知らなかった。はい、終了でございます。じゃあ今集計してですね、どっちのテーマで語り合うか決めたいと思います。この6人って結構そ珍しくはない？珍しい。チームも違う？個々では珍しくないけど、ね、全体だと珍しい。ホタテちゃんとモギシはよく一緒に君だれ出てるイメージがあるけどね。でも私もその同期なんですけど。あ、そっか、ダイナモもいるか、そこにね。同期ですね、3人。お、はい、それでは決まりました。それではオープン。じゃん。A が6133ポイント、B 8111ポイントということで、いいですね。アイドルじゃなかったらなってみたい生き物について皆さん語ってほしいということで、じゃあ意外でしたね。そちらのテーマでじゃあトークスタート。はい、はい、なってみたい生き物。さあ、じゃあダイナモから聞いてみますかね、うん、はい、なってみたい生き物。生き物は私犬が大好きで、うん、犬飼ってるんですけど、ほうほうほう、犬に追いかけられる鳩になってみたい。誰しもが犬って言うと思ったよ。鳩。鳩になってみたい。な、私犬大好きなんですけど、構ってくれないんです。嫌いなんだよね。そうだ。そうだ。鳥が嫌いなんだっけ？鳥嫌いです。すげえ顔しております。なんで鳩？え、なんか鳩楽しそうだなって思って。平和のシンボルだしね。そうですね。そうそうだね、確かにね。子供も追いかけられたりするじゃないですか、鳩って。子供が追いかけて、うん、それ見てて鳩が楽しそうと思う。なんか一緒に遊んでるな。絶対怖いと思う。でも最近の鳩はすごいんですよ。私怖いからこそ分かるんですけど、街中で普通に生活しててもう最近あの駅のホームとかにもいるし、あの駅の階段登ってくるんですよ、鳩は。最近、はい、鳩が。だ、人間あんま怖くなくなってるんだよね。絶対そうです、うん、はい、普通に街中にきっと友達になれるんですよ、鳩と。鳥は全般的に好きなの？私全然、はい。鳥の中で一番好きなのが鳩。ただ一番身近っていうだけですけどね。あー、なるほど。それで、まあ、犬と戯れたりしたいと、ね、そういうことです。鳩ね。めぐっぺは？私は、ライオンになりたいです。あ、それもまた、うん、適当に言ってない？大丈夫？あ、ロちゃんと本当に思ってます。それはどうして？ライオンになって追っかけたい。何をやばいハト。もっと早く言えなかったかな。
ライオンも適当に言ったんだろうなきっとな。日渡し、はい、私はそうですね、鶏にはなりたくないんですけどひよこになりたいです。ひよこになったらもう必然的に鶏にはならなきゃいけない。えやったな。なんかでもそれってさ、なんか心理テストみたいな感じしない？いつまでも子供のままでいたい、若いままでいたいっていう心理状況の表れなんじゃない？私はいつまでもひよこのままでいたい、鶏になんかなりたくないっていう。今若いだから。最近でも同期におばさん扱いされてるの。そうなの？なんで？敬老の日じゃないです。敬老の日じゃない。なんか西川れいちゃん。あ、れいれいに。そう。え、西川と何歳違う？でも3歳ですか？3歳違います。そっか。まあ確かに若い人には体力負けるなって。もうもう、もう、すごい。でもひよこになりたいでしたから私は。はい、心理状況が出てるのかもしれない。これ面白いですね。ライオンとかもあんのかも。だから平和になってほしいと思ってるわけでしょ。そういうことにしてください。ライオン、ライオンはもう適当だから。みんなの王者。ちょっと全員聞いていこう。おゆちゃん、にもいや、ちゃんと理由があるんですよ。ニモ、あのニモの世界知ってます皆さん。ニモのファインディングニモね。そうそうそう、本当にあんな素敵な世界があるのかって行ってみたい。あ、そうだ、ね、分かんないな、見たことないな。意外とメルヘンチックなとこあるんだよ。そう。え、見たことあります？あるよ、もちろん。本当ですか？めっちゃ泣いたでしょ。うん、そういう世界に行きたい。なんか楽しそうじゃないですか。うん、そのニモの中でもニモになりたいってこと？あ、ドリーでもいい。ドリーでもいい。だからあの海の海の中で暮らしてみたい。魚になりたいってこと？うん、綺麗な海で。うん、何も地球上の生活と海の中の生活をどっちもやってみたい。わ、うん、かりました、心理状況。はい、ちょっと、しばし入れです。わかりました。何？だいぶ疲れてますね。わからないわね。動物の名前言うんじゃなくて、そのアニメの名前言うってところにも出てますね。なるほどね。現実逃避したい。ここから逃げ出したい。はい。ホタテちゃん、なんか、なんだろう、なんかいろいろ聞いてて今考えが変わったんですけど、あの神様になりたい。大丈夫？ちょっと聞いてて、話が怖い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 。マジ怖い。最近見た映画がちょっとあの神様がちょっと絡んでくるやつだったんですよ。なんかあのワンダーウーマンっていう映画を見たんですけど、ワンダーウーマン、なんか普通にこうなんか世の中で生活してる人がなんか実はその神様みたいな支配力を持ってて、もうなんかすごいんですよ。もうその辺にあるものが全部体についてきて武器みたいになっちゃうんですよ。もうなんか全てを支配してる的な感じで。支配したいの？いやでも、いやでも面白そう。そういうことじゃない。だってさ、みんなに早いって自然に言わせるんだよ。だ自分で最初にやったわけじゃないじゃん。もうなんかわかんないけど、これでちゃんにみんなついてくる。早いって言わせるために彼女は一回も早く言ってくださいなんて言ってない。言ってないです。怖くない？怖い。そういうことなんだよ。ブッダとか、そうね、そんなレベル、私の意のままって。そう、意のままに長いとか遅いだって一言もやってくれなんて言ってないでしょ。え、すごい。おお、大丈夫か。やっほー、やっほー、さっほー、さっほー。皆様、今日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ヤッホーしてますか？ヤッホー。ありがとうございます。娘です。大丈夫かよ、これ。今日もサッホー様に、ヤッホーだったこと一人ずつ。なんだよ、ヤッホーだったことって。そうですね、今日も報告お話しして、はい、本当にヤッホーだったのかどうかというのを確かめていきましょう。はい、はい、誰からいきますか、サッホー様。
もぎ様からもぎ様からじゃあもぎさんお願いします。ヤッホーだったことはですね、はい、スーパーを2軒はしごしてより安くキュウリが買えたことがすごいヤッホーだなと感じました。キュウリをそれもやっぱりサッホー様のおかげだなヤッホー次は誰？じゃあ、日渡し日渡さん、はい、日渡し様服を買ったんですよ、はい、そしたらこんなに袖が長くてはい、ヤッホーってなりました。あ、可愛らしいですからね、はい、それも、それもこれも誰のおかげですか？え、サッホーさん、ありがとうございます、はい、ヤッホーヤッホーありがとうございます。私何もしなくてもヤッホーって言ってる。他誰かいますか？他、挙手とか。あ、じゃあ、おめぐ。今日はお菓子を買ってもらったらおまけにもう一個お菓子がついてきたの。おお、それは誰のおかげですか？ヤッホーさん。ヤッホーヤッホーなんだこれさあ、それではお時間となってしまいました。最後にですね、サッホー様の素敵なお言葉で、締めたいと思います。はい、皆様、笑顔で今日もこの後も最後までヤッホーヤッホーもう長い終了。なんだこれ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 はすごい、うまくは言ったけど大丈夫なの？大丈夫です。大丈夫、一言も変なこと言ってませんから。ネットの海流れて大丈夫？大丈夫です。皆さん、もし、あ、素晴らしかったなと思ったらギフトの方よろしくお願いします。いやいや、それが一番まずい。別にそういう意味のあれじゃなくてですね、そういう意味じゃないですよ。番組存続のためにですよ。この子たちアドリブで頑張ったなと思ったんです。そうです、そうです。サッホーさんのためにとかするじゃん。もしなかったらとかじゃないですか。申し訳ございません。よろしくお願いします。じゃあ、お聞いてみましょう。生き物ですか？なりたい生き物、うん、人間以外がいいですね。人間はもう嫌ですか？もう大丈夫です。あ、蝶々がいい。蝶々。おー、蝶々いいじゃないですか。蝶々では何蝶々がいいですか？いろんな蝶々ありますよ。でも私蝶々嫌いなんですよね。なんで嫌いなの？気持ち悪いじゃないですか。なんか昔は平気だったんですけど、触れたし。でも人間の方が人ともコミュニケーション取れるし。もうそれに疲れたんですよ。もう性格がサボさん。はい。懺悔、懺悔。何があったんですか？お悩みを。お悩み、何があったんですか？もう人間関係に疲れてしまい、はい、もう私は蝶に生まれ変わりたいと願うようになってしまった。おかしい、おかしい、これ。大丈夫です。そんなあなたもこの言葉を言えば笑顔でいきましょう。はい。ヤッホー。ヤッホー、もっと笑顔で。まだ顔が引き込んでます。ありがとうございます。元気に生きててくださいね。ありがとうございます。なんだこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。2回言いました。大丈夫、今後は握手会でそんな列が並ぶ。サホ様、サホ様ってなるかもしれない。来月受験がありましてヤッホーで、ひともヤッホー。はい、ということで、じゃあテーマ変えましょうか。はい、また新たにテーマ選んでいただきたいと思います。選択肢こちら、はい、A が好きなドラマやアニメ、 B が意味のわからない昔話。これどういうこと？なんでこんな結末になったんだろうとかっていう昔話があるじゃないですか。そういう話を、どういう戒めなのかとかね、なんでこれこういう話なんだろうな、なんでこんな話にしたんだろう。それかこう最近見てるこう好きなアニメやドラマの話が聞きたいか。なるほど、はい、じゃあまず A の好きなドラマやアニメのトークが聞きたいという方は20秒間投票スタート。結構ドラマアニメ見てる人、は
はい、大好き。お、3人結構見てる。13期見てないな。いや、まあ、ドラマちょっと。ドラマは見てる。ドラマちょっとぐらい。ドラマちょっとぐらい。ちょっとぐらいです。間飛ばし飛ばしで見てます。へ、うん、北沢は？全然見てない。そうだよね、ニュースだもんね。NHK しか見てない。はい、じゃあ続いて、B、意味のわからない昔話のトークが聞きたいという方、投票スタート。昔話って何があるんだろう。昔話って、まああれでもいいわけでしょ。要は童話、シンデレラとかもいいわけ。浦島太郎。浦島太郎。今のね、桃太郎、金太郎。金太郎。鶴の恩返し。ゴンギツネでもいいよ。ゴンギツネなす。浮かんじゃって今。ほら鶴の恩返しとか、かぐや姫とかもあるしね。はいはい。はい、終了でございます。はい。昔話、ね、そっか、ゴンギツネは違うか。ゴンギツネは最近の、最近の、現代文みたいな。え、ダイナもさ、はい、今もテレビ見てないってこと？別にいいんですけど、うん、ただ見てこなかったので面白さが分からなくて、なんかどう見ていいか分からない。はい、なんか鉄板ネタとかをやられても分かんないんですよ。あ、でも平野ノラとか全然面白くないじゃない。平野ノラ。平野ノラ。平野ノラを知らないわ。分かります、分かりますけど、なんか多分やってること分かんないよね、多分ね。あ、これは面白いんだ。イエーイ。そうだよ、ね。あ、まさか平野ノラはみんなか。はい、じゃあ、はい、どっちが勝ったでしょうか。こちら、じゃん。A が9136ポイント、B が8406ポイントということで、じゃあ A の、好きなドラマやアニメについて、トークしてほしいということで、じゃあトークスタート。はい、はい、うん、ちなみにごめんね、ダイナモの好きなアニメは何ですか。アニメも見てなかった。あ、でもジブリ作品とかは見ますよ。それは DVD 借りてととかです。あの幼稚園の頃は毎日隣のトトロか、トトロいい、ね、魔女の宅急便を毎日交互に見てました。大好きでした。それを交互に見させるとこんないい子に育つんだね。それは分かったね。参考にしたほうがいいと思う。そうだね、参考にしないでください。娘にローテーションで見させよ う。ちょっと見せてやれよ。ほんでさ、ごめんね、魔女の宅急便俺大好きなんだけど、はい、あれ大人になってからでも泣けるのよ。逆に俺娘できたらさ、うん、お父さん目線で見れるのよあれ。あー、あのキキがさ、もう行っちゃうのねっつって、ゴーゴーキキっつって、グーンっつって、ちょっと、この音も聞こえなくなるんだなっていうので、もうボロ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 って泣けるの。わかる。お父さんだって一緒に旅行しようとして荷物積んできたのに、今日旅立つって言うんだもん。そんな話なの。そんな話なのよ。パン焼いてるだけだろ、お父さん。はぁ、お父さんはパン焼いてないよ。お父さんパン焼いてなかった。お母さんも、お母さんもパン焼いてない。え、パン屋じゃなかった。行った先がパン屋さん、うん、あ、行った先がパン屋さん。下宿先がね。親なんて出てくんの。出てくるんだよ、頭で。全然覚えてんの。いやぁ、あ、そうそうね、うん、そういう好きなシーンある。あります、トトロと宅急便で。私、魔女の宅急便のあのジジが、あの家に置いてきぼりになっちゃうとこは、あれ、わかります。家に置いてきぼりになる。あの他の家に届けるってなって、うん、あ、はいはい、でぬいぐるみが落としちゃって、うん、ぬいぐるみに超似てるジジをそのゲージの中に入れて、うん、黒猫のね、そうなんです、ね、そうなんです、それを救出しに行くところ。あー、いいね、あそこはいいよね。頑張れってすごいなります。え、得意じゃねえよ。俺今浮かんでないもん。私ピンときてないですよね。あそこ好き、あの犬が敵だと思ったら味方だね。そうなんですよ。助けに来てくれたの、ありがとうございますって言ってね。でこんな顔で戻ってくる。めっちゃ見てる。どうですか、じゃあメグペア。あ、好きなドラマとかですか。ドラマでもアニメでも何でもいいよ。私は今もう最終回終わっちゃったんですけど、コードブルーがすごい大好きで。これみんな言うよね。おゆちゃんもそうですよ。いいのだよ。コードブルー見てました。
まだ最終回見てないんです、録画してまんまで。見て。見たい。ざっくり、僕らも見てないんですけど、ざっくりとどんな話なんですか。うん、なん医療ドラマ。医療ドラマ。医療ドラマ。あのドクターヘリで行くやつ。ドクターヘリ、ヘリの話。なんかもう緊急の事故みたいな、もうすぐ行かなきゃいけないみたいな時にピューンって言って表現の仕方が魔女の宅急便と変わってないけどでもすごい頑張れって応援したくなるような感動的、うん、感動。ちょっとさ、なんかイケメンとかさ、可愛すぎる子が出てたりするじゃない。なんかあんまり感情移入できるのかなとも思うんだけど、おみちゃんどうですか、コードブルーを見て、このドラマのいいところっていうか。ワンシーズンとツーシーズンはその主演の方たちが新人役だったんですよ。で、7年後、今回のサードシーズンはその人たちが今度は後輩を育てるみたいな。時間が流れてる。そういう成長が面白いってこと。そう、しかも先生たちがもう可愛いじゃないですか。もうなんかあれだったら病院行ってもいいなって思っちゃう。おじさんの発想だよね。そんな言い方してるね。助けて、テクニカル。そういう話。助けて。こういう話なの。もしもし、もしもし、コードブルーです。コードブルース。どうしました。怪我人が、もう死んじゃう。わかる人がやって。上北救命、救命病院とかそういう。救命病院。はいはいはい、今すぐに、もう死んじゃいそう。血がたくさん出てる。違う、もう行くよ行くよ行くよ。はい、はい、僕新人で全くわからないんですけど、いいですか。はい、じゃあ好きなようにやってください。好きなように。いやいや、もう死にそうだって。さすがコードブルーだぜ。いや、コードブルーだ。聞いてただけのことはあったぜ。死にそうだって、倒れてるって。はい、じゃあちょっと今やりますんで落ち着いてくださいね。もっと早く。はい、新人やべえ。何で苦しんでるか分かってないだろう。大事な道具を忘れちまいました。何やってるんです、何やってるんだ。伝説のコードブルーさん呼んでいただいていいですか。そういうコードブルーさん。相沢先生、相沢先生、相沢先生。俺相沢先生、相沢先生だ。相沢先生太りました、ちょっと。いけた、いけた。テレビで見るより。お、どうした相沢先生。この子が死んじゃいそうなんです。助けてやりなさい。相沢先生、人工呼吸。とりあえずほら。相沢先生、人工呼吸。人工呼吸なんか俺の仕事じゃないだろう。相沢先生なら炎上しない気がするんです。相沢先生でも炎上するよ。相沢先生燃えるよ。早く相沢先生人工呼吸。今度は消防を呼ばなきゃ。痛いの痛いの飛んでいけ。うわー、子供っぽかったよ相沢先生。全然そんなんじゃ聞かない。怖ないかい。先生、あ、相沢先生。相沢先生、相沢先生、相沢先生、誰？神、神、神、神かな。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。やっほー。大丈夫ですもん。すげえや。終了。ゴッドボイスだ。毎回楽しい。今日ハピネスいたら危なかったですね。危ねえ、ハピネス。ぶつかる、ぶつかるところだった。全面戦争でした。危なかったね、確かに。お題変えましょうか。あんまいいぞ、みんな。そうですね。他なるドラマ。もぎちゃんとかアニメ、ドラマとかアニメとか、うん、あんま見てないのか。アニメ見てんじゃないの。もぎちゃんアニメ見てないです。全然私アニメ本当に見ないです。全然。え、マジで全く見ない。それこそトトロぐらいしかそんなに詳しくない。趣味なんなの、もぎちゃん。趣味ないです、別に特に。あ、でも録画してたドラマとかずっと見てます。その見てるのは愛してたって
秘密はある。ドロドロしたやつ。そうドロドロ。あはい。あの少し前なんですけど奪い合い冬ってわかりますか？あで、あのあれだ。あわかんないかみんな。水のミキだし。そうです水のミキさんと倉科カナさんとっていうやつだったんですけどちょっと不倫ドラマ。結構ドロドロ系が好きなんだ。そっち系すごいドロドロなんですよ。そうね。めっちゃ面白かったです。ホタテちゃんは？私あの弟がいるんですけど弟の影響であのそういうなんか少年ジャンプとかに出てくるようなアニメとか好きです。例えばなんだろういろいろ見てるんですけど漫画とか家にいっぱいあると家にあのドラゴンボールは前回読みました。前回、とかなかなか珍しいね女性でドラゴンボール前回、まあ、そうじゃあ弟とかいないと読まないね。あドラゴンボールだっけあれあドラゴンボールです亀仙人出てくるやつドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボール漫画がありすぎてナルトとかそういう感じのナルト弟読んでないんですよね。なんかあのメジャーとかあー意外となんかそういうのを読んでる少年漫画意外だ、ね、そうですね野球系ね野球はメジャーって野球だよメジャーは野球です球弟サッカー派なんですよ。あーそうなんだでも野球漫画で見たことあるみんな野球メジャーはメジャーは見たことアニメでもやってたからアニメとかアニメも見てます、うん、やってみようか、うん、おおおあの人も結構知らないよ。みんな。みんな。今日は甲子園だ。ああ。しっかり野球やっていこうな。スターティングメンバーを発表する。メジャーって言うんだからそういうプロなんじゃない？じゃあ一番。メジャーリトルリーグから。サード。一番がサードなの？一番サード北沢ありがとうございます。お前ずっとサードやりたいって言ってたよな。サードやりたいでやらせるのがいいよ甲子園で。お前の憧れのサード上手い憧れのサードついに守れる時が来た。サード守る甲子園で初めてやる。しっかりサード守るんだぞ。サード守るよし。サード絶対知らないだろ。2番ブルペン。ブルペン2番打者になれません。ブルペンは何？ブルペン打者になれないです。お前ブルペンになりたいって言ってたよ。意気込みを聞かせてくれ。ブルペンでも頑張るぞ。わかんないな。打席立てねって。3番センター。あーよかった。際立ち。 お前センターやりたいって言ってたよな。専門に任せろって。センターの魅力教えてくれ。カメラに映る。頼んだぞ。違うぞ。なんかセンター違う。4番キャッチャー湯本。 お前あのお面かぶりたいってずっと言ってそうだろ。専門の人に察した方がいいって。ついにお前専用のお面だ。ありがとうございます。お面かぶってみろ。マスクはあるけどな。どうだ。透明ですね。透明周りが全部見えるように透明にこしらえてみた。見たことない。それしっかりボールを取ってくれ。スケルトンの、はい、5番ライト岩立て。 お前にはセカンドも守ってもらうことになる。だからブルペン入れちゃうからな。2つ守んなきゃいけない人いけるか。ライトとセカンドだ。神だから。セカンド抜けた球そのまま行かなきゃ。いや遠いわ。遠くない。お前は神だから全てのボールは取れるはずだ。何かあったらお前の力でボールを止めてくれ。なんだこれ。センターが負担。センター映るぞ。6番ショート。めっちゃいねえけど。北沢。お前ショートやりたいって言ってたよな。ショートまだいいよ。サードとショートショ
いけるか。ショート、いけます。よし、ゴー。ショートってどこ？サードとセカンドの間。模擬軍団を倒すぞ。なるほど。よし。誰だ？キャッチャー。キャッチャーでしょ？あれキャッチャー。モギちゃん、僕はバットだ。そっかそっか。俺らが投げるから。どっちだ？キャッチャー向こう。よし。キャッチャーこっち。キャッチャーこっち。あ、バッターの向こう。はいよ。どうしよう。え、バッターの後ろ。マイクがあるから。よし。ピッチャー。ブルペン、谷口。うん？ブルペンじゃん。ブルペン出てきた。え、しまった、待って、待って、これどこ？センターどこ？世界が狭いここ。センターここだ。センターここ。何言ってるんですか。センターここです。いや、な、ボール当たるやろ。センターはずっとカメラ目線で構わない。映りたいか。センターか。映りたすぎだろセンター。センター、センターもうちょい前行ってもいい。さあ行くぞ。ちょっとじゃあボールの軌道を、ダイナモやって。投げた瞬間から。谷口あの魔球を投げてくれ。よし。そして日渡は当たらないようにそこに立っててくれ。避けろって。模擬の一本出しだ、一本足だ方に。叶うような魔球投げてくれよ。死刑魔球、ホームから魔球のホームザーン。よけた、よけた、打った。神様、神様ボードを止めて。あー落ちた、落ちた。はい、終了。なんだこれ。無理だよ。なんやねんこれ。なんやねんこれ。なんやねんこれ。誰もルール分かってないって。いや、このキャパで。どこにセンターいるんだよ。センター、どセンターに。野球全く知らなかったからな。すいません。野球知ってたら面白かったよ。知ってる人が笑えたよ。うん、パッと。あ、ちょっとやる。あ、もう一個ある？はい。じゃあ、はい、こちら。じゃん。A、もし男に生まれ変わったらやってみたいこと。 B、もし志村に生まれ変わったらやってみたいこと。志村けんさんですね。はい、じゃあ投票してどっちのトークが聞きたいでしょうか。まず A の男になったらやってみたいこと、男に生まれ変わってやってみたいこと、こちらを聞きたいと思う方、投票してください。投票スタート。これもちょっと聞いてみたいですね。これはまあ確かに聞いてみたいね。これ模擬試なんかあるんじゃないですか。え、でもなんか男になったらどんだけいいかなって考えたこといっぱいありますよ。そうだよな。でも断然女の方がいいと思うけどね。なんでですか。男の方がいいよ。そうだよ。全然違う二人で。いや絶対女の方がいいよ。絶対男の方がいい。聞きたい。なんで。はい、あ、終了ですね。はい、じゃあ続きまして B、 もし志村に生まれ変わったらやってみたいことをこちらを聞きたいと思う方、投票スタート。20秒間です。まあ、志村も男ですからね。確かに、結果男。今志村さんになっちゃうの？想像がつかない。これどういう気持ちでテーマ決めてるんですか？わかんない。隣のおじさんに聞いて。気になっちゃう。隣のおじさんに聞いて。皆さんが見たい方を選ぶ。はい、終了です。さあ、どちらになったでしょうか？ちょっとダイナモンのやつも聞いてみたいけどね。確かに。そう、志村さんか。志村ってわかる？見たことある？志村わかる？わかりますよ。でも1個しかわかんない。1個？1個？1個？何1個って？やってるやつ？例えば何？あ、いい。あ、そう、その人、その人で会ってるよ。はい。しか知らないんだろうな。さあ、それではトークテーマこうなりました。オープン。B のもし志村に生まれ変わったらやってみたいこと、はい、こちらになりました、はい、ありがとうございます。さあトークスタート。さあ皆さん、じゃあ志村に生まれ変わったら何やってみたいですか。皆さんね、生まれ変わったらみんな志村になりたい。 ある。私あのバカ殿様好きで結構見ててんですけど、なんかその中であるなんか貧しい親子の、あるね。やりたいです。うん。ああ。
必ず入るやつよね、バカ殿の中に。あれ面白くて、あれ大好きです。似合いそう、親子似合いそう、似合いそうって言われてた。でも志村さんのコントもあれ真骨頂じゃない、あれ。あ、貧乏なお父さんと娘がっていうとかっていう話ね。他ありますか、志村になってみて。はい、なんか私本当これ本当の話なんですけど、小さい頃からずっと憧れの芸能人はってママとかに言われた時にずっと志村けんさんって言ってた。初めて聞いたよ。本当？本当なんですよ、これが。もうなんか志村けんさんに会ったら何してもらうのって言ったら、一緒にラフンダするんだとかって言ってたらしくて、もう本当にそれぐらい今でもずっと志村けんさんすごい好きで。それは何を見て好きになったの？バカ殿とかですかね、さんとか、まあね、やっぱそういうのとか、あと志村動物園とか、あ、いつも見てるので。今でも好きってこと？今でもなんか追いかけちゃう、テレビ追いかけちゃう。追いかけっていうか、バカ殿様とかそういうなんか番組がやってたらいつもチェックしてます、ね。へー、初めて聞いたよ。本当に好きなんですよ。わかりますか、志村家。はい、おいちゃん。私はバカ殿様とかそっち系より志村動物園の方のイメージが強いので、志村動物園に行ってパン君に会いたい。パン君のパン君の下りはなかなか感動しますよね。プリンちゃん、犬もね。パン君さん、ジェームズ。ジェームズ、ジェームズ、ジェームズ、ジェームズ。これすごい人だって知ってた、志村さんって。うん、知ってますよ、知ってます。ドリフターズ、あ、そうです、その時そのやつも見てました。あ、見てた、ドリフ。はい、あ、そう、あ、結構それ昔のやつとかじゃない？結構昔のやつもなんかお父さんとかが見せてくれたりとかして。全員集合とか、そういうことです。はい、8時だよ全員集合とか。おー、すごいね。最初はグー、はい、最初はグーね。最初はグーって生み出したの、志村さん。そうなんですか、すげえ。どういう人なんだろう。だ、元々志村さんがいないかったのよ、ドリフターズってね。新井中さんっていう人がいたんだけど、その人が抜けてずっと付き人だった志村けんが入ったんだけど、それを全部飲み込むんだよね。まあそうね、うん、結局人気者になるからね、一番。どうですか、麦ちゃん、志村さんになったらやってみたいことあるの？私全然あれなんですけど、志村さんのインスタグラムって見たことありますか？あります。めっちゃ毎日美女に囲まれてお酒飲んでる。それ載せてんの、インスタに？そう、すごいんですよ。毎日本当にモデルさんとかすごい有名な人とか、ね、美女に囲まれてお酒飲んでて、そんなイメージある。志村羨ましいね。いい人生がなりたくて。志村さんかっこいいんだよな。すごいな。あ、ホタテちゃんどうですか？私はあれやりたいです、スイカの早食い。ああ、あれをあんなに早くいける人いなくないですか？あんな早く行ける人いない。すごいすごい、あれ面白いですね。そうです、牛乳早飲みとね。そう、あれ家でやったら怒られるじゃないですか、だからやりたい。やりたかった、あれ憧れだってね、はい、ダイナモ、はい、ダイナモは志村さんになってやってみたいことありますか？じゃあこうやって有名になってみんなから語られてるのを聞いていたい。間違っちゃいないですよね。8時だよ、全員集合。本当だ、8時だ。本当だ、8時だよ。えいやーこれやー、これやったこれや。多いけど。知らない、知らない、知らない、この先は知らない。さあ今日はですね、もう今テレビで毎日見ることになる、なるんではないでしょうか、ドリフターズの皆様に集まっていただきました。そういう感じ。今日はよろしくお願いいたします。ベスト10、じゃあ一人ずつ自己紹介の方をよろしくお願いいたします。じゃあそちらの方から。イカリア長介です。よそうです。イカリアさん、最近どうですか、ドリフターズの順調な感じでございますけれども。何、わかんない。おいっす、どうですか？そうですね、おいっすって感じです。じゃあ隣の方、自己紹介お願いします。加藤茶です。あ、
綺麗な音声。最近あのドラムの方もとてもうまくね、あのレコード出す代替センターで歌ってらっしゃいまして、いかがですか最近ドリフターズの調子は。最初はドリフターズの調子、ドリフターズの調子、調子はまあ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 ちょっとだけよ。さあそしてお隣の方自己紹介をお願いいたします。はい、ゲイマコトです。ゲイマコトさんということで、ここからの新メンバーが続いていますので皆さん頑張ってください。ゲイマコトさんどうですか、あの新しくドリフターズに加わってみて。最高ですね。なんかちょっとどっち系なのかなっていうちょっと噂も立ってますけれども。あ、こっち系です。あ、こっち系ですか。ありがとうございます。やばい。さあ隣の方じゃ自己紹介をお願いいたします。改めて、なになに、え、あれ、あ、自己紹介お願いします。キムチチゲ。キムチチゲさんでございます。よろしく。どうですか、ドリフターズに入られてもうあの1ヶ月経ちましたけれども。いやもうね、足が痛い。どうしたんですか、なんか稽古かなんかで痛めたんですか。そう、足痛いのよ。足痛いんですか。それもう怒り屋さんに縛られたんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。力士ならちゃんこ食えば。ここからはしっかり声も変えていただきたいと思います。じゃあ自己紹介の方お願いいたします。いっちょめわなんかちょっと違うな。自己紹介お願いします。いっちょめわおです。名前だった。あ、名前だ。自己紹介だったんだね。いっちょめわおさんですね。いかがですか、ドリフに加入されて。もう愉快。愉快ですよね。おすすめのメンバーなんかいます？この人に注目してくださいみたいな。うん、キムチチゲ。声が。声が。頑張ってくださいね。で、そして最後の方、自己紹介をお願いいたします。北沢ラッキーでーす。志村どうしたの？志村いない。志村けいいないの？終了。気づかなかった。なんだ北沢ラッキーって。志村の話してたんでしょ。せっかくもぎちゃんが上手からやってくれたのに。なんだ北沢ラッキーって。終了です、完全なる終了です。ということで、いいところが見たかったんでしょ。いいじゃん、何北沢ラッキーって。はい、ということでだいぶやっちゃいました。はい、以上しゃべかちんちんでした。はい、はい、提供。はい、 AKB48 のヒーローではグレンのフォーリンエンジェル様、藤弘様、鈴木様、顔面ケーキ屋さん様、広坂様、タイラー2様、カン、カズ、アットマーク、カン北斗様、トルカト様、星空探検人、アットマーク日渡しゆいちゃんファン様、DD キング様、ハッシュタグ深爪なんだ様、山田隆弘様、プリズム様、マコッペかっこひよたん推し様、まさこびかさ、まさこびや様、あ、本人来ていらっしゃる、ありがとうございます。その他応援して、あ、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。はい、行きましょう。3人ショールーム、イエーイ、イエーイ、ヤッホー、ヤッホー、すごい、みんな優秀。疲れた。なんか笑い疲れ、うん、じゃあここでも共通点探しますか。イエーイ。共通点なんだろう。ないね。女の子。なんかある？
じゃあ好きな色。好きな色。せーの。ピンク。はい、さよなら。私だけ、うん。ピンクでした。あ、ピンク二人とも。はい。何？あ、ネイルしてる。あ、してる。でも今日も映したくない。汚くて私もそんなに綺麗じゃない。昨日公演中塗ってましたよね。え、公演中塗ってないよ。あれ公演前だか。リハーサル。あ、そうだ。すごい昨日塗ってる感じ。あ、本当。え、だって二人でなんか、あ、一緒に昨日みんな公演出たね。そうで、あ、昨日公演出た。軽公演。軽公演ね、お邪魔して。二人同じ公演なんて出てるのかなって思ったら私も出てた。で、そうだよ。でね、岩見とすごいその楽屋の着替える場所が近くて、そう。で、なんか喋ってたの。ね、昨日ね、ヨミにね、無駄絡みしてみたの。被害者したなんか、どうしたんびっくりしたそう、びっくりしてたびっくりした、だって、うん、下から出てくるんですよえ、なんですかって言って、本当に何だったんですか、あれえ、いつもの感じ意味はないよね、あー、イライラするもう出てくださいはい、続いてはこちら番組継続無茶ぶりミッション視聴者の皆様からツイッターに寄せられた無茶ぶりミッションにメンバーが挑戦していきます、クリアニーズによって変わりますけどもフリップこちら、こちらね、木曜日までに、11月まで継続が決定しておりますで今日1人でもクリアすれば12月まで継続が決定するということでございます。さあそれではやっていきますかね。まず6人いますんでこれは公平を期すために、4人にしたいと思いますね。じゃんけんを、はい、6人でじゃんけんしてください。じゃあいきますよ。まあ運使っても私たち大丈夫だから。レディー、ドン、ドン、じゃんけんポン。レディー、ドン、ドン。皆さんこの間ギフトお願いしますね。じゃんけんポン。勝ってなかった。レディドン。決まるかこれ。ドン、ドン、じゃんけんポン。勝利してくれ。レディー。もういいよ。パッとやってくれよ。せーの、じゃんけんポン。あいこでしょ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 。おお。おお。いいのか。じゃあ、もぎちゃん決定。決定。負けた人がやるから、もぎちゃん一人決定。あと三人いきましょう。今始めましたね。最初はグー。じゃんけんポン。あいこでしょ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 。はい、おお、一人ずつ決まっていく。決まっていく。最初はグー、じゃんけんポン。はい、はい、決まりました。すごい、負けた。湯本強いな。みゆちゃん強い。強いな、やっぱ。今使っちゃって大丈夫か、僕ね。いや、この間も使っちゃったんで、じゃんけん大会して優勝しちゃったんです、この間の。この間の、あのご飯食べるときにじゃんけん大会してご飯食べるときに景品いただいちゃいました。いやでもね、そのまま強いままいけるかもしれない。さあじゃあ誰からいきますか。負け、負けからいったら、そうだね、一番最初じゃあモギシからいこう。本当に嫌だ。すげーの引いたな。すげーの引いた。見して見して見して。何、はい、世界一の甘えた声で、キスしてって橋脇ひろあきさん、ありがとうございます。厳しくいくけど、厳しくいくけど、この子やるよ。この子やっちゃうよ。世界一、世界一が出るからね。ちょっと厳しくいくね。あのテレとかちょっとでも出たらアウトにします。一人あれでクリアだから。さあそれでは参りましょう、はい、どれですか。本当に嫌だな。さあそれでは参りましょう。世界一甘えた声でお願い。ちょっと静かにしましょう。それでは無茶振りミッションお願いします。ねえ、キスして。もう一回いきますか。もっと甘えて。ねえ、キスして。
もう失敗でいいです。もう一回だけ本当にやだ。残念。クリアならず。あれよ、見たかっただけのわけじゃないよ。本当に残念でした。でもこんな番組終わっちまえ。残念。橋脇ひろあきさんがガンガンに食われた。さあ次行きましょう。今日厳しく行きますよ。いい。さあ読んでください。キスのおねだり100秒。100秒って何？誰？赤い死神さんですね。赤い死神さん。犯人がいるぞ。犯人がいるぞ。さあじゃあ皆さん、スマホの前で待機してください。あっち向いてやります。あっちのカメラでやります。じゃあこっちのカメラでやりましょう。どこで？ジャッジのカメラで。じゃあもうジャッジすればいいんだ。ちょっとでも間が空いたり、心が折れたりしたらアウトにします。よろしいですか？それでは参りましょう。ムチャブリミスのキスをねだり100秒。100秒ってことは1分。1分40秒。お願いします。ねえねえ、お願いがあるんだけど。でも恥ずかしいな、言うの恥ずかしいな。したいな、キスしたいな。してくれないの？なんか考えてる、寂しいな。ねえキスしてよ、キスして。ねえねえキスしてよ。あ、ねあっち見たでしょ、こっち見て。ねえねえキスしてよ。キスして。ねえねえずっと待ってるのに。ねえねえキスしよう。あと何秒？あへへ。長い、絶対長い。キスしてほしいな。残り20秒。ねえキスして。意地悪だな。もうねえキスして。恥ずかしい。さあ行こう。もうキスしてくれないとプンプンだよ。皆さん いかがでしたか？これの5人 見てましたか？100秒耐えましたね。長いです。なんで100秒にしたんですか？いや前もぎちゃんが100秒やった。そうだ、もぎちゃんが100秒1回やったんですよね。はい、あそうだ、もうだからあいつ嫌いなんですよ。あいつって言うんじゃない。最高。じゃあもうクリアでいいですか？いいですね。はい、じゃあクリア。やったー。さあ、というわけで、1つ貼りましたので、はい、こちらで12月まで継続決定でございます。ありがとうございます。さあ、というわけで、最後のコーナー参りましょう。Kポイントチャージ。今日番組に一番貢献したメンバーは一体誰だったんでしょうか。一番多くギフトを集めたメンバーが本日の君ワンでございます。はい、今からメンバーが48秒ずつ君ワン取ったら〇〇します公約を発表しますので、そちらの間に貢献度に応じたギフトをお願いいたします。はい、さあそれでは北沢からダイナマ行きましょう。はい、君ワン取ったら〇〇します。はい、それでは48秒アピールタイムスタート。はい、今日もありがとうございました。今日は
今日はじゃない。K-1 を取ったら、私は、私は、さっきできなかった、志村さんのこの場でリベンジします。ないので皆さんぜひともよろしくお願いします。北沢ラッキーしか見てませんね。北沢ラッキーはこの封印で。はい、今日もたくさん見てくださってありがとうございました。5秒前、また次も出れるようによろしくお願いします。ありがとうございました。大活躍でございました、ダイナモ。さあ、めぐっぺ参りましょう。ちょっと、まあ、開けようか。ちょっと開けますか。はい、いや、だってさっき聞いたら、その今の話の、さっきの話の流れでドリフターズに志村けんがいると思ってなかったんですって。そうで、いや、私、志村さんソロでしか知らないんでって。志村さんのことソロって言ってた。志村さんのことあんまソロって言わない。ソロ関係。はい、OK でございます。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ巡っていきましょう。48秒間で丸々します。公約を発表します。よーい、スタート。今日は君だれにを見てくださった皆さん、そして来てくださった皆さん、ありがとうございます。私が君ワンを獲得したら、全力で志村けんさんの変なおじさんをやりたいと思います。これは好きですからね。はい、もう本当に大好きなので。でもこれを一回 AK ビンゴで披露したことがあるんですけど、その時もうすごい滑っちゃって、見事に。それで村本さんに睨まれてしまったので、今回は皆さんに大爆笑してもらえるように頑張ります。あの時よりも全力で。はい、もっと全力で頑張ります。はい、必ず何秒か残すめぐっぺ。はい、ありがとうございました。さあ、引き渡し、いきます、はい、まずの時間ありましたね。ちょっと収集系をちょっと開けます。ダフンダ、ダフンダ、ダフンダ一発ってこと。いや、まあ、変なおじさんを、変なおじさん、うわ、楽しみ。OK でございます。さあ、はい、じゃあ私行きましょう。君ワン取ったら〇〇します。行ってください。48秒アピールタイムスタート。はい、ちょっと皆さんのお礼の前に最初に公約言いたいと思います。ただ私は、あと私が君ワンになったら、いつもはあんまりしないので、お色気ムンムンなそのありがとうメッセージを言いたいと思います。ちょっと苦手なんで、ちょっと嫌なんですけど、やりたいと思います。今日は金曜日で、皆さん疲れだと思うんですけど、見てくださってありがとうございます。今日はトップリードさんとか、優しい先輩と一緒に出れて嬉しいです。皆さんも本当にありがとうございます。一個言わせてください。私はキスマじゃないです。なんかめっちゃキスマみたいだったから恥ずかしかった。自分がもね、ありがとうございました。あったね。はい、ありがとうございました。完璧でございます、ね、なかなか照れずにね、100秒やったからね。ワンショット100秒耐えられるのは日渡しか浅野忠信しかいません。いや、そう。浅野忠信のワンショットはすごいですか。あ、そうなんですか。それはちょっとわかんないですけど、よく浅野さん、ね、耐えるね、もうちょっと、あ、そういうイメージなかったね。なかなか耐えられません、100秒間耐えるっていうのはね、はい、じゃあ行きましょうか。続いて家元、おゆちゃん行きましょう。はい、それでは48秒アピールタイムスタート。はい、皆さん今日はありがとうございました。皆さんもありがとうございました。私がもし君ワン、君ワン、君ワン、君ワン取ったら、私の親友の、ゲイ誠さんを親友だったんですか。親友がいらっしゃったの。そうなんですよ。そうなんだ。さっき親友だったんですけど、うん、親友のゲイ誠さんと、あと何でしたっけ、ビチャオさん、くんビチャオさん、くんビチャオさんも呼んで、今までなかった神回を作ろうかなと。達成しました。集計してますから、はい、皆さん達成ありがとうございます、はい、なのでね、もしできたらビチャオさんと呼びますね。呼んで、感謝の告白するということでいいですね。先にやっちゃいますか。はい、やっちゃいましょうか。はい、じゃあこっちから、じゃあホタテちゃん、はい、
さあそれでは取ったら何をするか。48秒アピールタイムスタート。はい。と私は君ワンを取ったらあのぶりっ子講座をやりたいです。おお。メンバーに。いじってるって。ブーちゃんちゃんと映ってる。生配信中なんて。おいちゃんの。そうです。なんかまあなんかいろんなシチュエーションでこうやって対応するんだよっていうのをブーちゃんに教えますねじゃあ。そうですね。そんなこといつかしてみたいです。というわけで今日も皆さんありがとうございました。あまだあったまだあった。早かった。笑いが持つのうふふふげ。今日はいろんなパワーを見せていただきましたからね。ちょっと集計を若干上げ、あ、いいよ、もぎちゃんもセッティングしてていいよ。もういいよいいよ。オッケー。いや、まだだ、まだ大丈夫。そこに立てて、立てていいよ、立てて。立って、待ってなさい、待ってなさい。待ってなさい。私は100秒耐えれないんで。やだー。48秒。さあ、それではもぎちゃん行きましょう。48秒アピールタイム、スタート。はい、今日すごい楽しく過ごしてたのに、なんか最後の無茶ぶりみたいなので悲しい気持ちになりました。大体多いよね、金曜日こういう気持ちで帰るね、あなたね。そうなんですよ、金曜日すごい読んでいただくんですけど、まあ読んでいただけることに感謝して、今日来てくださった皆さんにも感謝して、あいつとか言ってごめんなさい。ごめんなさい、そこで私の公約は、私が君ワンを取ったら、あいつにケツバットをしたいと思います。あら、皆さん残り5秒です。5秒、4、3、2、1、終了。バットあったもんね。ちょっとどの公約も見たい感じがありますが、ファーストが。ケツバット。まあファーストインプレッションがございまして、谷口が、まあ、1番だったんですけど、この結果がどうなるかということですね。公約もう一回おさらいしてみましょうか。改めて志村けんをやる、はいはい、まあ、変なおじさん、変なおじさんやる、お色気ムンムンでありがとうございます。お色気ムンムン、はい、今田さん、誰呼んでくれるの。ゲイ誠とクンビチャを呼ぶってことですか。ゲイ誠とクンビチャを呼ぶってことですか。そして作法が、ブリッコ講座、ブリッコ講座、そして、はい、あいつにケツバット。そしてこっちからやるか、こっちからやるか。おいちゃん、早くしよう。おいちゃんの、じゃあ持って引っ張ろう。あ、みんなで、はい、せーの、おい、ポイント達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか悲壮感漂わなく楽しく、そうですね、1時間半でございますが、ナチュラルに8時半までやってますけども、やってしまいました。企画自体もいろんなことも、ね、6人だからこそ盛り上がったのではないでしょうか。う、ね、本当ありがとうございます。はい、さあ、それでは1人ずつ見ていきますか。はい、1人ずついきましょうか。1人ずついきましょうか。はい、誰の公約になるのかも楽しんで見ていただきたいと思います。それではまず北沢Kポイント、こちら、21,639 ポイント。はい、谷口、81,264 ポイント。はい、日渡し、44,044 ポイント。ちょっと待ってくださいね、この時点で今のところ変なおじさんです。さあ、湯本、ジャン、87,717 ポイント。どうせクンビちゃうとか。よかったよかったよかった。さあ、サホ、31,062 ポイント。さあ、もぎちゃん、あ、57,160 ポイントということで、本日の君は谷口めぐに決定。
念ながらケツバット、ケツバットも見たかったですが、ならず、ならずでございます、変なおじさんに決定でございま す, す、ね、おめでとうございます。そうですね、じゃあその1位の方に向けて変なおじさんやりますので、ちょっと集計をさせていただきたいと思います。1位の方に変なおじさんやるんですか？1位の方に向けて変なおじさん、なるほど、やってみましょう。本当に本当に、ああ8万だもん、これやるしかないわね。そうね、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、さあそしてもうこれ1位やったらもうすぐエンディングになってしまいます。今日1時間いかがでしたか？ダイナモン、志村けんさん、大丈夫大丈夫、いやめちゃめちゃ大活躍でしたよ、面白かったよ、北沢ラッキー、北沢ラッキーさん、それは忘れてください、はい、あ、出ましたか、出た、はい、じゃあ1位はグレンのフォーリンエンジェルさん、いるの、いるの、あ、そうなの、 あなたはグレンのホーリーエンジェルさんだったんですか？あいつ、あれ、レッドなんですか？ありがとうございます、すごいな、真剣に、真剣、じゃあ真剣だな、ケツバット、いや、ケツバット、ケツバットはちょっと違う、すいません、ケツバット行きたいのは山々でしょうけど、ちょっとじゃあそれ取っときましょうか、次の金曜日にね、いや大丈夫です、来れないんですよ、あ、そうなんですか、僕のことやってこないだろさあじゃあグレンのホーリーエンジェルさんに向けて全力変なおじさん、はい、なかなか見えませんよ、じゃあ、カメラの後輩のカメラもしっかり撮ってくださいね、感謝の変なおじさんお願いします。グレンのホーリーエンジェルさん、今日はたくさんありがとうございます、いきます、変な王子さんの顔の変な王子さん、変な王子さんの顔の変な王子さん、変な王子さんの顔の変な王子さん、ダフンだ、うわーすげえ、ホーリーエンジェルさんどうもありがとうございました、ありがとうございました、思いのほかの最後より目の前のいいね、なかなかのクオリティですね、はい、ありがとうございました。さあ、そしてもう番組終了でございます、はい、皆さん本当に達成いたしました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、どうなるかと思いましたけども、ありがとうございます、はい、ということで、9月25日から今度は、イベント週になりますから、来週は、はい、25日から29日までのイベント期間中、たくさんギフトポイントを集めた上位メンバーが翌週の君だれで冠企画を獲得いたしますということで、うん、皆様応援よろしくお願いいたします、はい、はい、今日はありがとうございました、本当に、いや、すんげー楽しかった、面白かったですね、ありがとうございました、ありがとうございました、6人クタクタでございます6人ね、さっと終わりましょう、じゃあダイナモン最後、はい、タイトルコールお願いします、はい、せーの、 AKB48 の君誰、ありがとうございました、はい、提供 AKB48 の君誰は、グレンのフォーリンエンジェル様、ありがとうございます、藤弘様、ありがとうございます、鈴木様、顔面ケーキ屋さん様、ありがとうございます、ひろたか様、ありがとうございます、タイラー2様、カズアットマークカンホクト様、トルカト様、星空探検人アットマーク岩田しゆいちゃんファン様、 PD キング様、ハッシュタグ深爪なんだ様、山田貴博様、プリズム様、マコッペかっこひいわたん推し様、マサコビア様、ありがとうございます、リバー様、その他応援していただいたファンの皆様の提供でお送